それでさ、この前、その道通ってたらさ、変な人がいてさ。なるほど、それは大変ね。これで会話が成り立ってるのがびっくりですよ。失礼ね、ヨウム、私も全然意味理解してないわよ。僕だって自分で何言ってるか理解してないよ、失礼な。え、私が悪いんですか？というか二人とも意味が分かってなかったんですか？ずっと何言ってるんだろこいつって思ってたわよ。僕だってこの意味のわからない会話してあげてるのは僕ぐらいだって思いながら聞いてたよ。あんたの方が意味わからなかったでしょう。何を、霊夢の方が意味わからなかったよ。ねえ、喧嘩になってるのが意味わかりませんよ。こんな時に場の雰囲気を変えてくれる人がいたらな。へえ、へえ。なんか変な歌が聞こえるわね。私はリズムを愛す、ルキン、パツ、マ、ホーツ、カイ。よう、霊夢、よう、うむ、うぷ主。ちょっと、変な呼び方しないでください。それにしても、へったくそな歌ね。マリサはこんなところで何やってるの？おっと、まったそ、このアホゲボーイ、私はマリーサじゃないんだぜ。じゃあ、とりあえず聞いてあげるわよ。あ、あんたは一体何者？意外とノリノリだな。私の名前はリズムマスターマーリサだ。名前合ってるじゃん。ゆう、わば、かだな、マリサとマーリサ、全然違うんだぜ。いや、うぷ主さん、落ち着いてください。さっきからイライラしている君たちにいいものを紹介し、よう、じゃないか。ほとんどあんたのせいなんだけどね。それで何を紹介してくれるの？お前たちにはリズムとは何か知るためにリズム天国の世界に行ってもらうんだぜ。その世界に行くための機会を今回は特別にお前たちに使ってやろう。いや、私は別にリズムなんて。残念ながら強制イベントだ。スイッチ、オーン。うわぁ。あら、こんなところにマリサのサングラスとラジオがあるわ。ふふ、今日はついてるわね。早速持って帰らなくちゃ。ここは。真っ暗で何も見えないわね。マリサさん、本当に大丈夫なんですか？おい、何ぼーっとしてるんだ。よう、もうすぐミュージックが始まるんだぜ。え、ちょっと待ってよ、心の準備が。なんか始まったんだけど。どうなってんのよ、マリサ。さあ、レッツリズムだ。卓球のリズム。私初めて卓球したわ。僕とヨウムは似てるだけなんだね。よ。は？正確ない？さあ、リズムに乗ってレイムを叩くんだ。なんでよ。あれ、これどういう状態？話せー。うわー。どうだ、楽しくなってきただろう。卓球だね。まった、もたく。放てー、この野郎。卓球楽しい。そろそろ変わってくださいよ。はじめ。これ楽しいです。後ろのおっさんが気になるわね。体でリズムを刻むんだ。スーパーライン。やった。もっとだ、もっと私のリズムを。なら、思いっきり。行くわよ、マリサ。そうだ、これだ、パーフェクト。行くぞ、私のスマッシュ。あら、下手くそ。ちゃんとね。グッバイ、うぷ主。グヘン。え、嘘。グッバイ、レイムさん。ヨウム。叩け、マリサ、ラジャー。なんで私だけ？私は特別だぜ。ふざけるなぁ。はじめ。リズム楽しい。これはいいダイエットになるわ。後ろの変な客が気になるんですけど。気にするな。はい、終わり。やっはぁ、これ楽しい。ヨウムが壊れた。それを受ける僕。さあ、ヨウム、リズムの境地へ。はい、やっほー。仕返しよ、マリサ。おや、しょぼーん。今までのお返しだよ。思いっきりいけ。逆に。避けます。バチェンカ。負けれー。うっちゃーん。やったわね、うぷ主。やっとこの無意味な争いが終わった。よくやった。これでお前たちも立派なリズムマスターだ。さあ、現実世界に帰ろう。ふふ、まさか今日いきなり加工が2つもできるなんて。このラジオ、どんな曲が入ってるか試しに聞いてみましょ。やっかー。リズム。じゃあ。ご視聴ありがとうございました。面白かったらぜひチャンネル登録お願いします。また見てくれると嬉しいんだぜ。他にもいろんな動画を出してますので、そちらもチェックしてください。絶対に見てよね。次の動画をお楽しみに。それでは、次回でお会いしましょう。さよならー。